フェラーリ F93A は、スクーデリア・フェラーリが1993年の F1、世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。1993年の開幕戦から最終戦まで実戦投入された。設計者は、ハーベイ・ポスルスウェイトとジョージ・ライトン。ハイテク競争の頂点となったこの年、F93A には、フェラーリとしては、 初のアクティブサスペンションが搭載された。しかし、開発期間が短かったためトラブルが多発し、ドライバーが信用を受けないレベルだった。第8000フランス GP より改良型のシステムが投入された。モノコックの基本設計は前モデルの F92AT を元にしており、チームに復帰したジョン・バーナードが設計する 412T1 までのつなぎ的な位置づけにあった。 F92A の斬新なダブルフロアは廃止され、サイドポンツームはコンベンショナルな形状に戻された。セミ AT ギアボックスは F92AT の横置き式を継続し、7速から6速に変更された。ティポレイ41エンジンは新たに、ニューマチック制御の5バルブを採用したが、第10戦ドイツ GP より4バルブ仕様となった。この変更には、前年、 F1 台に起活動を休止したホンダからの技術供与があった。ボディカウルにはフェラーリオー期ンの1970年代を再現するように白いストライプが描かれた。発表時には白いストライプに赤と緑のラインも描かれていたが、実戦では緑と赤のラインは削除された。この年、マクラーレンからゲルハルトベルガーが復帰し、ジャン・アレジとコンビを組んだ。 シーズン中には、モトップー監督のジャントットが、チーム代表に就任した。F93A は時折上位に食い込んだものの、優勝を狙えるほどのポテンシャルはなく、年間順位通りウィリアムズ、マクラーレン、ベネトンに次ぐ4番手のマシンだった。第14戦ポルトガル GP では、ベルガーのマシンがタイヤ交換後ピットレーンで加速した際、アクティブサスペンションが誤作動して、スピン状態となり、 ホームストレートを横切ってクラッシュするというあわやのシーンがあったものの、ジャンアレジが序盤トップを改装するなど速さの片鱗を見せた。ありがとうございます。